愛知県における北下楽郡東栄町が運行するバス車両と米村が運行するバス車両北下楽郡総合交通システムお出かけ北節は愛知県北下楽郡の3町村が共同で運行する交通システム従来から運行されている豊か鉄バス、下楽町 A バス、東栄町 A バスと根村 A バスの運賃体系やサービスなどが一体化された 4社一体のサービスのために、調整機関として、北下田郡公共交通活性化協議会が設置されており、町村 A バスは一部事務組合組織とはなっていない。町村をまたぐ、広域的な移動に対応する、機関バス、機関バスに接続する、支線バス、予約バスが運行されている。山町村のほか、機関バスは、豊田市稲部地区にも乗り入れる。町 A バス、村 A バスが、 相互に乗り入れることにより、拡張村間を直通で運行する便が新設された。運賃は100円単位で、ブロック制。路線により毎日運行、休日運休、と休日運休と異なるため、注意が必要。支線バスと予約バスを運行する地域においては、予約バス運行時間帯は、支線バスは運行されない。お出かけ北説のマスコットキャラクター、バスリンが広報しや、 時刻表などに掲載されている。ホームページにて、バスリン壁紙をダウンロードできる。2010年1月1日現在。ふとじは、日祝年末年始も運行する路線。東映下た線、本郷大田口、田口豊根東映線、東映駅前本郷日向、石戸東映線、東映駅前本郷タイトウェ前稲部線、ドんグリの湯の前稲武やつ田口大田口。 田口豊根下良線、大館石道下津津線、下津津谷津田口大田口、田口田口新城線、田口本流しの駅前新城市民病院2010年1月1日、現在。下良町 A バス、東映町 A バスは、日祝年末年春休。豊根村 A バスは、土日祝年末年春休。2010年8月1日現在。ありがとうございます。